さんこんにちは、サンディです。今日はタイトルにも書いてあるんですけど、韓国のカラコンレビューをしていきたいと思います。では始めましょう。はい、今日は、最近結構いろんなとこで広告を、見ている方も多いんじゃないかなと思うんですけど、今回はクイーンズレンズさんの、カラコンをレビューしていきたいと思います。今日も、カラコンをつけているんですけど、ですね、今までカラコンは日本のしか、日本のっていうか日本国内で売っているものって結構韓国のカラコンだったりするのは知っていますか？結構カラコンは韓国のものが多くて、みんな知らない間に結構使ったりすることがあると思うんですけど、それで私はカラコン普段はそんなに使わないんですよ。使わないのは、前にカラコンを結構長時間とか、あの寝たまんまとかした時に結構炎症を起こしちゃったりとかで、眼科行った時にダメですよって言われて、それからあんまりカラコンはあんまりつけなくなっちゃって、カラコンしていると、あ、まあ人によっては、まあ目を大きく見せるっていうのもあるんですけど、メイクによっては結構カラコンするとそれだけでインパクトがないよりは結構あったりすることがあるなっていうのは、ここ最近本当に思えてきて、自分の目の色はもともとは結構茶色、かなりの明るい茶色っていうのかな、なんですけど、まあなので普段はカラコンもしなくても結構茶色いので、色がね、目の色によって発色が違ったりするかもしれないけど、まあ私の目はね、もともとの画像も見せるので、今から、それをちょっとずつ今から喋っていこうと思います。で、この下が、バンと私が喋りながら動画つけている状態の動画を見せていきたいと思います。今回は、3つ3色の、カラコンについてお話ししていきたいと思います。で、まずはですね、今つけている色になるんですけど、紫色になります。今までは紫なんてつけたことなかったです。今まではつけても、なんか茶色みたいな、黄色みたいな、そういうのか、なんか灰色みたいな色しかつけたことなかったんですけど、紫、初めて紫を買ってみたんですけど、このカラコンに関しては3トーンなので3色のなんかグラデーションみたいな感じなんですけど、結構意外と馴染む感じがして、結構普段使いでも別に動画のためとかメイクのためじゃなくても普段使えそうだなと思います。で、つけた心地は結構普通にいいです。全然つけてる感がなくて結構私は好きです。で、次が、ハロウィンのメイクでも使ってたんですけど、茶色いカラコンになります。こっちは、かなり大きさが大きくて、自分の目よりも大きくて、それにすごくびっくりしたんですけど、その分目のこうねじっからっていうのかな、がすごく出る色かなと思います。で、結構馴染むし、今みたいなシンプルなメイクでも全然いい感じに盛れる色かなと思います。これはかなりいいです。で、次が灰色のやつなんですけど、これはかなりの発色の良さにびっくりしました。はい、これはすごく目立つ色だなと思うし、結構注目を浴びるような色になるんだけど、ハーフメイクとかにすごくいいんじゃないって思いました。これに関しては結構大きめなので、自分の
目のそのカールとかそういうのがあると思うんだけど、それもあの詳しくホームページにも書いてあるので、それを見ながら購入していただければなと思います。で、こちらの、カラコンに関しては韓国のカラコンで韓国から送られてきます。ちなみに私は10日前後、まあ、大体10日か、それくらいかかりました。なので1週間とちょっとぐらいで届きました。で、その際にはちゃんとプチプチがついているような、なんていうの、エアパックみたいなに入って届きました。で、カラコンと一緒にカラコンの入れ物も一緒に、ついてきて、あとなんかプレゼントも選べるので、そのプレゼントは、マスクをもらいました。はい、そんな感じですね。まあ、こんな感じかな。注文も、英語と日本語があるので全然買えると思うし、日本語対応しているスタッフさんもいるので、何か質問があるときには全然日本語でも対応してくれるので、そこのとこは結構安心して利用できるんじゃないかなと思います。まあそんな感じですね。結構みんな韓国のカラコンに心配してる人もいたりするけど、今のとこもう1ヶ月弱ですけど使っていて、全然何かこう、なんだろう、害とかそういうの全然なくて普通に使えてます。あと物によっては1年のものと6ヶ月とかそういうのがあるので、それもチェックして見てみてください。で、結構セールとかやってるのでかなり安く買えると思います。ではこんな感じで今日はレビューでした。もしよかったらチャンネル登録お願いします。クイーンズレンズさん、ありがとうございました。